はい、どうも、ゆきにです。はい、ということで、今日は久しぶりにニュース結集紹介ということで、バンズ。まあ、前回もバンズ履いとって、ちょっと紹介すると、バンズのウェイビーっていう靴履いてました。これが今3月で、去年の8月からずっと履いてあるんで、約7ヶ月、めちゃくちゃ持ってる。正直、まだまだ使える。最初ほんまにこのメッシュ素材があんまり良くないと思っとったんですよ。結構ちぎりやすくて。ただ実際には一番この擦れる場所、二重構造になってて、さらに、この靴の終端、前回の動画でコメントで教えてくれた方、ありがとうございます。終端の呼び方知らんかったんですよ。この終端を接続してるバンドもここに被ってあって、実質三重構造みたいになってて、まあ、かなり計算された作りになってて、実際には全然穴開けへんっていう。シューグーも5ヶ月の間で 3,4 回しか塗ってなくて、しかもめちゃめちゃ薄くしか塗ってないんで、それでこんだけ持ってる感じで、なおかついつもより滑る頻度高かったのに言うほど壊れてない、まあ、そこまで損傷がないというか。でさらにこの靴紐が結構切れにくい。靴紐の位置っていうのが結構センター寄り、本気でオーリー線限りはデッキテープが靴紐に当たらんくて、で一番当たるところ、シューレースホールの内側に靴紐が通る構造になってて、実際にこの靴紐もう2ヶ月ぐらい使ってるんですけど、まだなんとか切れんと思ってる感じ。バンズスケートボーディングっていうことで、普通のバンズのスニーカーじゃなくて、ほんまにスケボーのために作られてるスニーカーになってて、今まで使ってきたスケートシューズの3本の指には確実に入る、なんなら一番良かったまである、そんな感じのスケートシューズになってます。ホールド感もめっちゃすごくて、プッシュの蹴り出しとかでもかかとが浮いたりっていうこともないし、インソールもほんまにすごくて、ポップクッシュっていうインソールが入ってるんですけど、この着地した時の衝撃もめっちゃ吸収してくれるし、5ヶ月使ったのに全然クッション残ってるんですよね。めちゃめちゃクッション残ってて、インソールのこのポップクッションもめちゃくちゃすごい。まあそんな感じで、ほんまに質の高い、使えば使うほど良さが分かってくる、そんなスケートシューズですね。きっちりしたホールド感が欲しかったり、多少ルーズには履きたいけど、かかととかはちゃんとホールド感が欲しいっていう方にとってめちゃくちゃいいスケートシューズになってると思うんで、ぜひスケートシューズ選びの候補に入れてみてください。まあかなりバンズ AB について語ってしまったんですけど、まあ今回またバンズっていうことでニュースケシュ、バンズのカエル2というスケシュ買いました。パパッと紹介していきます。見た目はこんな感じで、こんな感じで、こんな感じです。選んだ理由が3つぐらいあって、1つがこのマジックテープ、別名ビリビリ。マジックテープ使ってあるスケートシューズを1回履いてみたかって。スケートシューズ靴紐が切れる、ぐちゃぐちゃになるっていうのがもうめちゃくちゃストレスじゃないですか。これ僕ほんまに嫌なんですよ。それで昔スリッポンとか履いてあったことがあって、ラカイのスリッポン履いて、その後がバンズのスリッポンプロ。とにかくやっぱりそのスケートシューズが切れへん、もうそもそも靴紐がないから、もうそれだけで勝ちやろみたいな。で実際スリッポン履いてる時、やっぱり靴紐が切れへんっていうことで、もうめちゃくちゃストレスフリーになったわけなんですけど、そのスリッポンのデメリットっていうのが、調整が効かないんですよね。スケートシューズ履いていったら、どうしてもこの生地が伸びてきて、まあ言ってしまえばサイズアップしてしまう。ブカブカになってきますよね。そうなった時に靴紐があったら靴紐を縛って調整効くんですけど、スリッポンやっぱ調整効かないんですよね。まあ靴下を二重三重に履いてなんとかカバーするとか、そういうことはできるんですけど、まあ結果的に別のストレスを感じ始めるっていう。で、そんな感じでスリッポン結局調整が効かないっていうのがほんまにデメリットで、もう生地が伸びてきたらもうその時点でアウトみたいな。もうほんまに持って2ヶ月とかそれぐらいしか持たなかったんですよね。でそこでマジックテープ、これやったら靴紐もないし、靴が伸びてきてもこのマジックテープで強く締め直したら調整が効くっていう、もう勝ちでしかない。まあ勝ったのが実は去年の10月ぐらいなんですけど、多分定価1万2000円ぐらいするんですけど、たまたまセールで6500円で売っとって、しかも見た目普通にかっこいいというか、写真見た時は微妙やなと思ったんですけど、これ実物見たらめちゃくちゃかっこいい。結構ごついんかと思ったら、そうでもなくて、結構シャープな形状。かなり僕好みのスケートシューズ。まだ履いてないけど、めちゃくちゃいい買い物したなっていう。多分気に入りすぎて半年ぐらい履くんやろな。この靴の裏のライムグリーンって言ったらいいかな。ちょっと薄めの緑。これも写真で見たら派手すぎる気したんですけど、実際にはそんなことなくて、いい感じのアクセントになってて、もうめちゃくちゃこれかっこいいです。もうバンズ、帰ろうかって入ってるこの感じ。もうめちゃくちゃかっこいいっすね。なんかもう、あれやな、好きになってしまってんな、普通に。まあ、とりあえず一つ目の理由っていうのが、マジックテープ。マジックテープのスケシューどうなんかっていうのを知りたくて買ったっていう。で、二つ目の理由っていうのが、まあ、さっきも言った、インソールなんですけど、このポップクッシュ。これがほんまに良くて、履いてるだけで心地いいっていうか、歩いてるだけで心地よさを感じる、そんな、ほんまインソールになってて、クッション性はもちろん衝撃の吸収力っていうのもめちゃめちゃすごくて、振り持った時とかの瞬発的な衝撃っていうのにも結構強いというか、衝撃を分散させてくれる、そんな感じがして、このポップクッシュが入ってるバンズのスケートシューズ履きたかった。
てカイル2を選んだっていう、まあこれが二つ目の理由です。で三つ目の理由がやっぱり白のスケシューはかっこいい。まあ最後の最後でめちゃめちゃシンプルな理由なんですけど、白のスケートシューズって汚れやすいんですけど、まあそれがいいんですよね。味が出てくるというか、頑張ってる感も出るし、頑張ってる感だけやったらあかんやけど、ちゃんと頑張らなあかん。まあとにかくなんか白のスケシューって汚れてきたらテンション上がらないですか。まあ今回はこちらカイル2を履いていくということで、まあ実際に履いてみて使用感とかマジックテープはどうなのかとか、そういうのレビューしていけたらいいかなというふうに思います。まあ早速滑りに行きましょう。はい、ということで実際に履いてみました。やっぱバンズかっこいいっすね。まだ滑ってないんですけど、履いてみての感想としては、パーク来るまでの間30分ぐらいで結構いい感じに足に馴染んできてて、もう全然滑れる感じ。あとやっぱりこのマジックテープめちゃめちゃいいですね。結構その締め具合、その日の調子によって変わったりすると思うんですけど、めちゃめちゃクイックに調整できるし、滑り終わった後とかしんどい時外しといたらサンダル感覚で履けたりして、かなり調子いいスケートシューズなんじゃないかなっていう。実際に使ってみてどうかっていうところ、これ大事なんで今から滑っていきたいと思います。今日しかもめっちゃいい天気なんで結構テンション上がってます。いい滑りができそうです。ヒールのコツは弾いた足をちゃんと上げる。ノーリムしろ。これがむずいね。この靴めちゃめちゃ調子いい。ソール結構分厚めやとは思うんですけど、すごい板の感覚が分かりやすいというか、ベタって乗れて、アプローチがなんかどっしり構えられる。なんかトリックするのにすごい集中できる。まあバンズの AB もめっちゃ調子よくて、今まで履いてきたスケートシューズの中で
まあ、3本の指に入るスケートシューズやったんですけど、このカイル2、これもまた3本の指に入るというか、一番なんかしっくりくるまでありますね。見た目とかも含めてめちゃめちゃ好きですね。めっちゃ気に入ったんでちょっと買い足すかな。最近飛び出しバンクとかあんまやってなかったんで、ちょっとだけ飛び出しバンクやって帰ろうと思います。なんかポップとか最近やってないから、ちょっとポップショーケット取り戻します。いやでもやっぱりインソールのポップクッシュ、今のプリマやっても全然痛くない。これ標準装備でこのインソール入ってるっていうのがほんまに大きい。はい、ということで実際にバンズのカイル2使ってみての感想なんですけど、買い足しました。まあそんだけ良かったっていうことですね。まずやっぱりこのマジックテープめちゃくちゃ楽で、調整クイックにすぐできるし、スケボーし終わった後は緩めて、まあ、サンダル感覚で履けてめちゃめちゃ楽。やっぱこのビリビリ最強説、これ立証されましたね。もう勝ちです。このバンズのウェビーもめっちゃかっこいいけど、よりこうシンプルで洗礼されてる感じ。シンプルやけどワンポイント色入ってたりとか、まあ、見えへんところが派手やったり彩られとったり、こういうのなんかめちゃめちゃ気持ち上がるし、気持ちが上がるもん身につけてスケボーしてたらそれだけでスケートの調子上がってくるんで、もうデザイン機能面含めて最高のスケートシューズなんちゃうかなっていう風に思います。正直薄っぺらいソールを好む人とか、まあ、柔らかいっちゃ柔らかいんですけど、もっと柔らかい、もうこの縦方向にもちゃんと曲がるソール、まあそういうのを好む人にとってはあんまりおすすめできないんですけど、なんかバンズのソールって分厚いんですけど、こうベタって乗れるというか、ちゃんとデッキの感触を捉えられるというか、まあそんな印象個人的に持ってて、まあそこの一つで言えば重量が結構重いっていうのもあるんですよね。僕結構重量重めのスケートシューズの方が好きで、乗ってて安定感出るし、プッシュした時のその踏み込んだ時のちゃんと地面蹴れるというか、プッシュに重厚感を感じるというか、まあそういうところで結構重たいスケートシューズが好きなんですよ。まあそういうこともあって、軽いスケートシューズを好む人からすると、まあそれもまたおすすめできない理由にはなってしまうんですけど、まあ、それでもやっぱりそのソールの分厚さプラスインソールのポップクッシュ、これやっぱり衝撃の吸収力がすごくて、まあ、ポップミスってプリ持ったと思うんですけど、まあ全くのノーダメージで、クッション性の高さ、やっぱりクッション性良かったら滑ってても疲れにくいんで、足へのダメージストレスも少なくて、結構まあデメリットがない。スリップオンはやっぱどうしても生地が伸びてしまったらもうその時点で買い替えらなあかんっていうところも、マジックテープになってる分しっかりカバーされとって、足の馴染みも良かったし、ソールのグリップ感とかもしっかりあるんで、なんかただ滑るだけのつもりが普通に練習してしまってたんで、何気にニュートリックゲットしたし、まあそんな感じでめちゃくちゃお気に入りの一つになりましたね。ただ一つ注意点があって、バンズのスケシュー初めて履く人、ここのバンズのこの線あるじゃないですか、これめちゃめちゃ気をつけてほしいのが、ここの縫い目すぐ切れるんですよ。こんな感じで結構めくれ上がってしまうんで、もうこれは絶対にすぐに集合で固定するっていうのだけは忘れないように。このバンズの一番大事なところ取れてしまうんで、AP ももうしっかり集合で固定してあって、これ取れたら何の靴かわからんなってまうから、まあこれだけご注意お願いしますという感じで、今回はバンズのカイル2のレビューということで、ほんまにこのマジックテープ、まあこのマジックテープになることで靴紐がなくなるからよりシンプルになってて、まあすごいスッキリしてていい感じのスケートシューズになってるんで、もしよかったら皆さんも買ってみてください。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。